の自分にグーパンチ、イヤホンヘッドホン専門店、イヤホン PR スタッフのトニミクです。はい、今回ご紹介する製品はこちら、じゃん、 Air by Mpow X6.2J です。こちらはですね、イヤホンウェブ価格で5470円、2020年6月19日発売の製品となっております。こちら5000円台ということなんですけど、 Air by Mpow 自体ちょっとお求めやすい価格の Bluetooth イヤホンが多いイメージではあるんですけど、手軽な価格と高品質っていうところが追求されていまして、プラスユーザーが求めるデザイン、質感、高機能といった要素が今回詰め込まれています。そんな中でもよりお求めやすい価格のね、完全ワイヤレスイヤホンが今回登場したっていうことなので、詳しくご紹介していきたいと思います。まずはスペックのご紹介からしていきます。対応コーデックは SBC AAC ということで、スマホ、Android はもちろん AAC も対応しているので、 iPhone ユーザーの方もね、高音質でお使いいただけます。連続再生時間はイヤホン単体で最大約5時間、充電ケース込みで最大約18時間で、防水性能が IPX4 になってます。この辺もね、お手頃価格のワイヤレスイヤホンということなんですけども、ちょっとね、高めのワイヤレスイヤホンとかと全然スペックも変わりないんじゃないかなって思います。で、こちら充電端子はタイプ C です。で、この X6.2J なんですけど、こちらはですね、日本人向けっていうところがポイントになっていまして、経験豊富なサウンドエンジニアによるクリアで透明感のある日本人向けのチューニングが行われているとのことで、音質の方はまた後で説明したいと思うんですけど、あともう一つ、長く愛着を持って使ってほしいっていう思いから、日本の伝統色っていうことを意識されてるみたいで、今回3色あるんですけど、ダーク調の落ち着いた3つのカラーバリエーションが採用されています。で、1つずつちょっとご紹介していこうと思うんですけど、私がさっきからずっと持ってるこちらはですね、アカネっていう色の名前になってます。このアカネはですね、アカネ草の根で染めた赤色が起源となっているみたいで、夕暮れ時のね、空とかアカネ色の空とか言いますけど、昔で言うとその万葉集とかにも数多く読まれているほど、やっぱアカネっていう色はね、日本の伝統のある色みたいで、真っ赤とは違ってちょっと落ち着いた色になってるので、さりげないアクセントとしてすごいいいなって思います。後でまだご紹介するんですが、私はこの色めちゃくちゃ好きです。で、もう一つ目がこちら、アイっていう色になってます。アイはですね、人類最古の染料とも言われていまして、日本では藍染めとして親しまれています。藍染めっていうのはね、なんか聞いたことあるなって思うんですけど、藍色にはですね、なんと48色もあるみたいで、で、今回これに採用されてるのはちょっとネイビーっぽい色ですね。なんでこう結構シンプルで、どんなシーンにもお使いいただきやすいかなって思います。で、3つ目、最後こちら、針葉という色になってまして、和のわびさびを感じてほしいということで、この X6.2J のこのオリジナルカラーとなっています。日本には結構緑が多いですから、その伝統色にはこの繊細な緑系の色が多数使われるみたいなんですけど、それを背景に解釈してカラーリストの方がこの色を作ったということみたいなんですけど、こうパッと見グレーなんですけど、ちょっと緑みのあるグレーっていう、ちょっとね、不思議な感じがします。もう針葉って確かになんか深い葉っぱっていうのがすごい分かりやすいなって思うんですけど、これもすごいシンプルにつけられそうですし、一番なんかカッチリした色やなって思います。日本人向けにね、こだわって作られたカラーバリエーションにもちょっと注目してもらったらなと思います。操作の方はこちらタッチセンサーになってます。このタッチセンサーがすごい感度が良くてですね、ほんとこのポンとタッチするだけで反応してくれます。この操作は再生停止、曲の送り戻し、音量の上げ下げ、あと Siri とか Google アシスタントとかの起動も可能になってます。なんで結構使い道は幅広いんじゃないかなって思います。装着感なんですけど、やっぱ完全ワイヤレスイヤホンっていうのはね、ケーブルがないんで、落下とか紛失とかね、そういうのが怖いなと思うんですけど、そのリスクを減らせるように本体を最大限に軽量化されてます。で、このイヤホンの方もシリコンの本体をね、覆うようについてまして、こう本体取った時にこの指からね、滑り落ちるのも防がれているっていうね、この細かいところにもちょっと気配りがされています。それでフィット感結構ね、この本体自体もそんなに大きくないです
し、私は全然普通につけられたので、まあ、女性の方とかでも全然つけられるんじゃないかなとも思いますし、このフックの部分があるので、ここ耳にかけてもらうとより落ちにくくなるので安心やなと思いました。で、本体がねめちゃくちゃ軽くて、片耳 4.5g らしいんですね。だから持った感じもつけた感じもすごく軽いです。このケース自体もすごい軽いので持ち運びもしやすいですし、手に持った時にも滑り落ちにくいっていうことで、すごい安心安全の取り回しが可能になっております。では気になる音質なんですけど、結構低域が深いですね。迫力があります。なので低音好きにすごいおすすめしたいなと思いました。完全ワイヤレスイヤホンとして、やっぱり安い価格の製品だったっていうことで、まあ一番解像感っていうところが不安やったんですけど、スカって感じではないんですけど、まあ声が結構近くしっかり聞こえるので、ボア付きとかは全然感じずに聞けました。完全ワイヤレスイヤホンのエントリー機ってまあ最近結構増えてきてるんですけど、その中でもトップレベルにお安い価格で出してきて、音質もスペックも結構十分に揃えてきてるっていうところが、完全ワイヤレスイヤホンのエントリー機会がまたすごいことになってきたなという印象です。で、ちょっと動画とか見てみたんですけど、まあ、若干遅延は気になるかなっていうところはあったので、まあ、特にストリーミングサービスとかでの音楽鑑賞にはおすすめです。では低価格でコンパクトで軽量でっていうところで、手軽に愛用していただけるイヤホンとなっています。はい、では X6.2J のご紹介でした。イヤホンウェブ価格で5470円、2020年6月19日発売の製品となっております。こちらはイヤホン前提で視聴機のご用意もしておりますので、ご来店の際はぜひご視聴してみてください。この動画良ければグッドボタンとチャンネル登録お願いします。また Twitter、Instagram もやっておりますので、よかったら概要欄からチェックしてみてください。それではお相手は谷美久でした。バイバイ。